もろみを壺に入れて、ラオハイを作るブル族の女性ラオハイは、ラオスの米を原料とする醸造酒。主に丘陵地、ラオ族が飲む酒である。もち米を洗い、水に3から4時間漬けた後、再び洗ってから1時間蒸しにする。この米を布に広げて冷まし、持ち麹の素粗を粉末状にして散布する。ち米に対して25%ほどのもみ殻を加えて、よく混合し、 プラスチック製のシートを敷いた竹るに入れ、さらにその上にもみ殻を乗せる。この上にプラスチックシートをかぶせ、火器なら2番、陶器なら3から4番整地して透過を進め、一時発酵を行う。一時発酵後に得られるもろみは、やや湿り気があって握ると崩れる。このもろみを広げて冷まし、 高さ30センチメートルほどの壺に入れて、もみ殻を投入し、バナナの葉などで蓋をして、粘土を塗って密封する。このまま二次発酵を行い、4から5日経てば、ラオハイとして飲める状態になる。また、長期間熟成させると味が良くなり、30日ほど置くと良いとされる。壺酒として、ラオハイを飲む男性ラオハイの入った壺に水を注いで、 竹製のストローを差し込み、そのまま壺酒として飲み、中身が減ったら、水を足してまた飲む。また、壺から取り出してろ過し、ハーブや木皮の粉末を加えると里と呼ばれる黄色や赤色の酒となる。ありがとうございます。